みなさん、こんにちは。滝沢勝成でございます。どうも皆さん、こんにちは。初心者はこれ引けシリーズ7曲目の3本目の動画でございます。1本目、2本目では、それぞれのパーツの練習をしたんですけれども、ちょっとややこしいところがあったかと思います。どうでしょうか？うまくできましたでしょうか？で、1本目と2本目の動画のパーツの練習がうまくできたら、この3本目の動画で今まで練習してきたものをこのわっとまとめていく作業に入っていきます。もしいろいろとうまくできましたら、3本目の動画にチャレンジしてみてくださいませ。で、とりあえず、そんなに難しくはないんですけど、先に言っておきますとややこしいです。ドン点を練習しているときもなんか、ね、同じようなことを言ってたんですけども、なんかね、難しくはないんですけど、ややこしいんですよ。なんかこう、僕の個人的な、あれ、なんか見解というか、偏見かもしれないんですけれども、なんかその洋楽、まあ、今回の流れでいくと、スメルズとか、20th Century Boy とか、あと、アメリカンイントロとか、あの辺ってすっげえ構成シンプルじゃないですか。なんか、A メロ、B メロ、C メロ、で、その次もう一回目 A メロ、B メロ、C メロ、サビがあって B メロ、C メロで終わりです、みたいな。なんかそんな感じの、すごいこうね、めちゃめちゃシンプルな構成が多いんですけれども、なんかね、邦楽ってね、なんか2回目の時はこうする、3回目の時はこうなる、で、ね、2回目のイントロはこうなって、ちょっとこうなって、みたいな感じで、で、こういうメロディーがあって、みたいな感じで、なんか構成がね、なんかね、ややこしくする傾向があるような気がするんですよ。ドン点の時もなんかね、結構そうなったじゃないですか。なんか2回目の時はこんな感じで、3回目の時はこんな感じで、ここに半分行ってどうだろう、こうだろう、みたいな感じで。先に言っておきますと、スキャンダルのこの瞬間センチメンタルに関しても、同じような感じで、ややこしいところが、ちょいちょい出てきます。ので、ちょっと心して取り掛かっていただければという感じでしょうか。頭の中で内容を整理できればね、そんなに難しくはないんですけども、ややこしいので、ちょっと気をつけてやってみてくださいませ。それではまず順番にバンド行ってみましょう。まずイントロからスタートですね。イントロ、これですね。で、ワン、ツこれですね。まず前回やったあのイントロのそのままの通りという感じです。で、その次に出てくる A メロに関しても、1本目の動画でやったパターンをそのまま、繰り返してやっていきます。覚えておりますでしょうか。最初この F シャープからスタートして、C シャープに行き、で、D に行き、A に行く。F シャープ、C、D、A なんていう組み合わせで練習をしておりました。で、それぞれブリッジミュートしながら8回ずつ、弾いていきます。やってみましょうか。チューニングが安定しなくて。ワン、ツー、スリー、フォー、ドン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 ドちょっとその話しましたね。食う食わないみたいな話。F シャープからスタートして、ガンガンガガガグーンって感じで、C シャープを、食って弾きます。食って C シャープ。ガンガンガガガガンカカカンカカカ。で、タンタンタタタカ。食って C シャープに行ったら、アップダウンアップを2回連続できます。アップダウンアップ。タンタンタタタカ。アップダウンアップ。アップダウンアップ。次、D に行って、A に行くのはまた一緒です。でも、また同じように、その A で食う。D、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 A で食う。D、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 A、A、A、A。こんな感じ。D、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 A、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 人差し指。最後のダウンの時は人差し指がこっち側に表示ずれます。D、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 A、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 ほい、ほい。D、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 A、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 ゴー。で、また F シャープからスタートして C シャープで弾きます。タタタタンタタタン。これさっきと一緒ですね。さっきと一緒で A、F シャープからデンデンデデデデ、アップダウンアップ、アップダウンアップ。で、その次違うパターンきます。こんな。D、D、E、E。D、D、E、E、ツ。で、A を食って入ります。D, D, E, E, T, A。で、アップダウン、アップ、アップ。アップダウン、アップダウン、ダウン。E, E, D, D, E, E, T, A。
さん、あ、もう、ほい。こんなのがその A2 のパターンって感じです。ちょっともう一回やってみましょうか、ゆっくり。ワン、ツー、スリー、フォー、ゴ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 ー、シ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 ー、ビ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 ー、エ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 ー、フォー、ヨン、エッ、エッ、タタタ、シー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 、デー、デー、イー、イーズ、エー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 、はい、はい。こんなんです。ちょっとわからなかったら何回も巻き戻してチェックをしてみてくださいませ。で、その次 B メロ。これはさっきやった通りです。タタック、タタック、タタック、タタツツ、ダンダン、タタタ、えー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 。パレパレー、ジェ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 、シュー、ドーナー。そんな感じで入っていきます。で、C1。これもまたさっきと一緒ですね。ちょっとゆっくり行ってみましょうか。C1 いきます。ワン、ツー、スリー、D から。D、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 タカ、タカ、タカ、F シャープ、タカ、タカ、C シャープの小指バージョン。タン、タカ、タカ、タカ、D、タカ、タカ、タカ、D、タカ、タカ、タカ、A、タカ、タカ、タカ、C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 。4回ですね。で、また D からいきます。スリー、フォー、D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 、F シャープの音は4、7。ゴー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 ディーカタ長いいきます。食ってこい。で、ここまでいったら、またイントロに行くんですが、イントロが半分で終わります。半分で。こんな感じ。このね、さっきやったそのファラミー、ファラミー、タタタタタタタ、これはなくなるわけですね。これで終わると。で、この5難のパワーコードも入って、A3 に行きます。A3。ここのところもそうですね、さっきの A1 セクションの A2 セクションのコード進行に似てるんですけども、リズムがまた変わってきます。これがちょっとまたややこしい。ちょっとざっとやってみるとこんな感じ。A3 弾いてみます。こんな感じです。ワン、ツー、スリー、フォー。こんなん。なんか、ややこしいっすよね。ややこしいっすよね。順番に行きましょう。まず、F シャープを2回ブンブンと弾きます。ブーン、ブーン、ブーン。で、ブラッシングを1個入れて、C シャープを3個弾きます。4個だ、ごめんなさい。C シャープ4個弾きます。ツッと行ったら、タタタタンまで。ツカタタタン。F、F、3、4、ツカタ、まで。F、F、3、ツカタタタン。こんなん。F、F、うん、つ、し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 。F、F、うん、つ、し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 、うん、うん。で、D を3回弾きます。D、D、D。D、D、D、うん、つ、え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 。似てますね。D、D、D、うん、つ、え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 。F、もう一回やってみましょうか。F、F、うん、つ、し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 、三、し、D、D、D、三、つ、え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 、三、し。で、その次また F シャープからスタートするんですけれども、3回弾きます。F、F、F、三、つ、し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 、三、し、D、D、D、三、し、え、え。F、F、A、三、つ、し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 、三、し、D、D、D、三、し、A、A。こんなん。これでその A さんが半分です。ちょっと後でまとめてやりましたけど、とりあえず続きいきましょうか。その次また同じような感じで、3段目。今1段目、2段目、また3段目。F シャープからまたスタートします。F、F、F、3、つ、し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 。これはさっきからずっと共通ですね。1段目も2段目も3段目も4段目も多分共通です。でも1段目の時はそうか。3つじゃなくて2つなんですね。1段目の時は F、F。こんな感じで F が2つだったんですけども、2、3、4段目に関しては F、F、F、3つ弾くと。でもその後のうん、つ、し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 に関しては1、2、3、4段目全部共通ですね。で、その次、1段目と3段目は一緒です。
あ、1段目と3段目の後半の D、A は一緒です。D、D、D、3、A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 、こんな感じ。3段目いきます。3段目、もう一回。ワン、ツー、スリー、フォー、三つ。三つ、シシシシ、三、シ、ディディディ、三つ、エエエエ、三、シ。で、四段目、また F が三つあって、ツ、シシシシ、これは一緒です。エエエ、三つ、シシシシ、三、シ。で、最後、A2 の最後と一緒。A2 の最後と一緒。D, D, E, E, ツ、A, パタタ、A, A。D, D, E, E, ツ、A, パタタ、ほい、ほい。こんなんです。ちょっともう一回やってみましょうか。A3、順番に行きます。最初、1段目、2段目、3段目、4段目の中の1段目の F は2個、2個。2回聞きます。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、サン、ツー、シシシシ、ほい、ほい。ディディディ、サン、ツ、エエエエ。次は3個弾きます。サン、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 シ、テテテテ、サン、シ、ディディディ、エ、2個。エエ、2、サン、シ、エフ、エフ、エフ、サン、ツ、シシシシ、サン、ディ、抜きます。ディディディ、サン、ツ、エエエ。サン、シ、エフから弾きます。タラタ、サン、ツ、シシ。で、最後。D, D, E, E, T, A, 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 ほい、ほい。こんな感じが A さんのセクションです。わかんなかったらちょっと巻き戻しして何回も繰り返してみてくださいませ。で、その次の B セクションはこれ一緒。全く一緒です。で、その次 C セクションは全く一緒。この辺は全部繰り返していきます。で、その C セクションの最後の、が終わったらギターソロに行きます。でもこれはもうさっきやった通り、で、その次 D セクションも1本目の動画でやった通り、この D メジャーセブンス、5、7、6のフォームから、こんな感じで、C シャープを2、2、1、2で弾いていきます。で、それが今 D セクションですね。で、その次初登場 C2 これ初登場です。初登場。ちょっと C2、簡単なんですけど、これまたややこしいです。ちょっと弾いてみましょうか。まず、2弦の17フレットを弾きます。これ。これがミの音なんですけど、ミの音めっちゃ出てきます。ミ、ミ、サン、シ、ミ、ミ、サン、シ、ミ、ミ、サン、シ、ド、ラ。ミを3つ。で、その次人差し指で2弦の14、ドの音です。ドシャープ。で、その次1弦の17で、ラ。ミ、ミ、ミ、ド、ラ。っていう順番ですね。ミ、ミ、ミ、ド、ラ。ドラミ、ドラミ。ドラミ、ドラミ、ドラミちゃん的な感じですね。ミ、ミ、ミ、ド、ラ。で、その次、また、ミ、ミ、ドといきます。ミ、ミ、ミ、ド、ラ。ミ、ミ、ドです。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。ミ、ミ、サン、シー。ミ、ミ、サン、シー。ミ、ミ。そして、ド、ハイ、ラ、ハイ、ミ、ミ、サン、シ、ミ。次、ドです。ド、ミ、サン。Cシャープを2入れて、アップストロークで4回弾きます。ツカ、カ、カ、カン。こんな感じ。で、その次 C セクションの C1 セクションの3段目のパターンを弾きます。3段目のパターン。D、タタタ、1、3段目ですね。D、タタタタタタ、E、タタタタ、F、タタ、で、4、7。で、その次 D、タタタタタタ、E、タタタタタタ、F、タタタタ。初登場 G コード。人差し指が5弦の10フレットにいるのがこれ G コードなんですけども、D、カカカカカカ、E、カカカカカ、F シャープから G にクッて入ります。
F タタタタタ G タタタタタタン。こんな感じです。F タタタタタ G タタタタタタン。こんなパターン。で、その次、また C セクション、C 字セクションの1、3段目の D、E、F シャープ、4、7のパターンが出てきます。この辺は C 字セクションと一緒ですね。C 字セクションの3段目、4段目と一緒。で、これであとはアウトローに行くんですけれども、ちょっともう一回その C2 を弾いてみましょうか。C2、このミノトからいきます。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ミ、ミ、サン、シー、ミ、ミ、サン、シー、ミ。次はずっと、ラ、ド、ヘイ、ラ、ヘイ、ミ、ミ、サン、シー。次はドいきます。ド。で、C シャープをアップで、C シャープを、つかったかった、4つ弾いて、C1 セクションの1、3段目。D、タタタタタタ、E、タタタタタタ、F シャープ、4、7。で、D から E にて、F シャープから G に食います。ゆっくって G、タタタン、D、3段目、4段目と一緒。F シャープ、4、7。また D になって、E から中指で。で、一番最後、イントロ。イントロを普通に弾いたら、最後、この2、4、F シャープですね。低い方の F シャープを、ダダを3回弾けば OK です。ダダ。こんな感じです。なんとなく構成を伝えましたでしょうか。以上が、瞬間センチメンタルの構成の説明でございました。ちょっとね、そのババッとやってしまったところがあるんでね、なんだっけってなるかもしれないんですけども、まあ、その辺はね、そのわかんないところを何回もビデオを見て巻き戻しをして、確認をしてみてくださいませ。一応、楽譜の方にはね、その、まあ、ストロークの方とこととかもその細かく書き込んであるんで、まあ、一つあると、まあ、何かと便利かなと思うんですけれども、まあ、動画だけで済ますことも可能なので、気合で、何回も繰り返して見て、やってみていただければという感じでございます。それでは、初心者はこれ弾けシリーズ7本目の7曲目に関しては、瞬間センチメンタル、スキャンダルの曲でございました。次は、8本目の動画は洋楽にまた移って、リビングオンプレイヤーかな、ボンジョビの曲ですね、に移ります。ボンジョビの曲もまたね、えらいシンプルなので、ちょっと楽しみにしておいていただければという感じでしょうか。はい、そんな感じでございます。それでは、あとは頑張って練習してみてくださいませ。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ、じゃあね。